伊藤枠11月7日昭和58年12月1日は、日本の実業家。伊藤建設元代表取締役。坂港商工会議所の常銀、幹事、三与などを歴任。伊藤家の八代目。明治35年11月7日、鳥取県最白郡中浜村大さ明らかに、父、伊藤藤茂、母、エセノの長男として生まれた。 出身地のスケ神は、明治20年代から区は栽培、養産業が、主産業になった。若い頃は、馬車引きの仕事をした。昭和22年洋河原の製造販売を創業、昭和30年法人に改祖した。昭和30年4月境港商工会議所議員に、就任し、その後常議員、幹事を歴任、昭和52年4月から参与を務め、 地域経済の振興、発展に尽力した。昭和58年12月1日、脳梗塞のため死去した。墓は、境見まとし腰の図町の、高新町墓園にある。趣味はスポーツ。宗教は、総統衆。新日本人物体観昭和33年に、61ページに記載されている。伊藤の肩書は、伊藤よ河原社長。 三保商店会長、堺港市商工会議所常銀、建設業部会副会長、貯蓄組合会長、三保製橋取締役などである。昭和44年11月3日、全校表彰。父、伊藤藤重伊藤や七代目元助明新自治会長 AB、堺港商工名館、25ページ。 角川日本地名大事典31鳥取県355ページ、ABCDEFGHIJ、新日本人物体九1958年に、61ページ。ABCDE、堺港商工名館、101ページ。ABCDEF、境港商工名館、広告作品5ページ。堺港市35周年百353ページ。 第十回境港市表彰者名簿より、なお同じ中浜村出身の伊田市に、初夏の伊大和尾山、師の伊田武雄などがいる。伊田武雄の聖火の伊田家は、数作に竹社軍坂田城主伊田大阪部大輔の末裔と伝えられ、武雄は、大阪部大輔より25世の子孫であると称している。和田、笛木地区、移転10周年記念誌16から17ページ。 堺港商工名館、95ページ、堺港商工名館、28ページ武家家電伊田市伊田市について。ありがとうございます。